きました。これがどういう風に出ますか。そのストライク、一発に決まりました。崩れ落ちます松中。2回のピッチャーに放ったことありませんからね。あ、逆にボールぐらいと思うんですよね。見逃しの三振です。2アウトになりました。ちょっと照れ笑いを浮かべています。バッターの永井事実ほどで結構まあ気負いすぎてる部分があるんじゃないかなと思いますけども。なるほど、はい、富士三振永井だったというのを中村が言っていました。三振です。ストレートで三振。リーグはピッチャー結構バッティング良くなってますからね。毎日練習しますからね、先発ピッチャーは。三振でスリーアウトになりました。ややミットを構えたところとは違ったんですが、スライダー決まりまして、ツーストライクツーボール。いつもとはコントロールが、野原が8回の裏を投げて、その後はペドラザ三振です。これで3アウトになりました。2安打で終わると日本シリーズ最小のヒット数ということになります。ツーストライクボール。4球は外側ストライク、見逃しの三振です。福岡大英ホークス